プファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト公、ゲオルクビルヘルムの文章プファルツビルケンフェルトかもしくは、プファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト家は、プファルツ系ビッテルスバッハ家の家系の一つ。この系統は、プファルツの中であまり重要ではないアトシュポンハイム、白領を割り当てられたが、次第に重要性を増していった。バイエルン王国の王家となったのは、プファルツビルケンフェルト家の系統である。 マテウス・メイリアンによる1645年のビルケンフェルト城プファルツ・ツバイブリュッケンビルケンフェルト港カール一世より家計は始まる。プファルツ・ツバイブリュッケン公圏プファルツ・ノイブルク港ボルフガングのご難であったカール一世は1569年の父の死に際してプファルツ地方の所領の内跡シュポンハイム伯領を相続した。後に自らの居住地として ビルケンフェルトを選び、1595年に共同統治者であるバーデン・バーデン編共白、エドワルト・フォルトゥナトとの間のカステラウン条約でビルケンフェルトとアレンマッハを独占的に統治することを確認した。カール一世の下でビルケンフェルト城は発展した。カール一世が1600年に没すると、ゲオルク・ビルヘルムが後を継いで1669年まで統治した。 その後を、カール2世夫が継いだが1671年に、押した。医療は、重低のクリスティアン2世に移ったが、クリスティアン2世はすでに、ツバイブリュッケンを含むビシュバイラーを決意でおり、プファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト家が誕生した。息子クリスティアン3世は1717 17年に、公的にビルケンフェルトに住むのを止めて、ビシュバイラーに、1731年に、 ツバイブリュッケン公。その後を、息子クリスティアン四世が継いだが、踊り子のマリアンヌ・カミューズと、帰遷結婚をしたために二人の息子は、相続を認められなかった。クリスティアン三世の死後は、老いのカール三世、アウグスト・クリスティアンが、統治者となった。カール三世、アウグストの下で、シュポンハイム伯領は、バーデン辺境伯との間で、最終的な分割がなされた。バーデン側は、 カール3世アウグストがビルケンフェルト地方を選び、一族がそこに住むことを望んでいた。にもかかわらず、カール3世アウグストはトラルバッハ周辺のモーゼル地区を選び、1776年以降はビルケンフェルトはバーデンの独占的所有地となった。カール3世アウグストが1795年に没すると弟マクシミリアン・ヨーゼフが継いだ。 最後のツバイブリュッケン公となったマクシミリアン・ヨーゼフは、1799年にはバイエルン選定公となり、1806年に最初のバイエルン国王となった。この家系で特筆すべき人物の一人に、ヘッセン・ダルムシュタット紅白ルートビヒ九世の日で、マクシミリアン・ヨーゼフ兄弟のおばにあたる、ヘンリエッテ・カロリーネ・ォンプファルツツバイブリュッケンがいる。彼女は当時ヨーロッパで、 最も学識豊かな女性の一人と称えられた。この家系からさらに分かれた家系として、クリスティアン2世の弟ヨハンカールに始まる、プファルツビルケンフェルトゲルンハウゼン家がある。マクシミリアン・ヨーゼフの選定後継承に協力した功績により、この一族は1799年以降、バイエルン校の称号を有している。オーストリア皇帝。 フランツヨーゼフ一世の皇后エリーザベトはこの家系の出身である。ありがとうございます。